ハンスコーノンフォンデア・ガーベレンツ、ハンスコーノンフォンデア・ガーベレンツはドイツの政治家、言語学者。1848年から1849年にかけてザクセン・アルテンブルク公国の首相を務めた。言語学者としては様々な言語を研究したが、特に満州語の研究がよく知られる。有名な言語学者、中国学者のゲオールクは息子。ガーベレンツは ザクセンゴーター・アルテンブルク公国のアルテンブルクに生まれた。父のハンスカール・レイオポルトは政府の最小で数密顧問官だった。なお、ザクセンゴーター・アルテンブルク公国は1825年に再構成され、アルテンブルクは新しいザクセン・アルテンブルク公国の首都になった。1825年から1828年に、 かけて、ライプツヒ大学とゲッティンゲン大学で法学と官房学を学んだ。1830年からアルテンブルクの国政に携わったが、急速に昇進して1847年にはバイマル大公国議長に選ばれた。1848年には、予備会議の中林元代表、及びアルテンブルクの首相に就任した。翌1849年には、 言語学研究に専念するために首相を辞職したが、その後もアルテンブルク議会の議員であり続け、1870年までしばしば議長を務めた。その後はすべての公務から退き、1874年にレムニッツで没した。ガーベレンツは東洋学法の共同編集者の一人であり、1847年からはドイツ東洋学会法に寄稿した。 ガーベレンツは言語学を専門に学んだことはなかったが、80前後の言語を研究し、その多くについては最初の研究者であった。ガーベレンツはできる限り文法書ではなく、実際の会話から言語を習得しようとした。ビルヘルム・フォン・フンボルトの方向を継承し、当時の研究の主流だったインドヨーロッパ語族やセム、語族からは構造的に遠く離れたモンゴル語、 ウラル語族、オーストロネシア語族、スワヒリ語、アメリカ大陸のダコタ語やチェロキー語などの文法を発表している。しかし当時の言語学の潮流と異なっていたために、同時代からはほとんど無視された。1860年には受動体に関する論文を交換したが、そこでは209の言語が対象されている。最初に研究したのは満州語だった。ゴート語を研究し、 ウルフィラ聖書の肯定本を出版した。他に様々な言語の文法書を残している。ありがとうございます。